戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目、さて運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。よし、はかっ！よっと、この手！うっ！まどむぞ！バズーカ！まどむのピストル！まどむのピストル！よし、はかっ！よっと！その程度か！きれい！しゃあ！まどむのピストル！こちらの番だ。頼むの。押し、はかる。頼むの。ピストル。押し、はかる。頼むの。バズーカ。こちらの番だ。ピストル。面白い。いくぞ。ただ押し、はかる。よし、セカンド。ちょっと疲れたな。行けろ。さあ。ふん。よっと。押し掛け。バドブルのジェットロケット。まだだ。どうだ。目障りだ。ふん。何しとるだこら麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。ゴムゴムの目がわら。やめたば。ブラババババ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ参加の海賊たちから狙え、包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、スクワード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ！おっさん、スクワード！
なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。